クリスタルイズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル2024年のキーワードは思い合う。女子舞台は手を変え品を変えて、メンバー出演者の皆様のサポートに走り回っております。そんなてんてこまいぶりもお楽しみください。今日は台風大接近ね。みんな飛行機は止まっちゃうし、電車は止まっちゃうし、雨がいっぱい降って風が吹いて大変って言ってね、夕べから言ってたんだけど、ただいまこのスタジオのところは雨は降ってませんし、まあ、風はちょっとそよそよな感じだし、まあ、何かするなら午前中、今のうちですね。またなんかちょっと情報があれよね、午後3時ぐらいになったら乱れる。だから今出かけてる人用事して、お昼ガーッと食べて急いで帰るみたいなね。さあ今日は降っても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 一日の始まりはクリスタルから。はい、ではコンシェルジュさんのコーナーです。おはようございます。おはようございます。筋肉の専門家、肉体改造研究所パーソナルトレーナーの武田大輔です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。台風直撃なんか今日もやってまいりました。そうですね、今日は自転車ですか。今日はさすがに電車行きました、ね、やっぱり。いや今のところね、東京まだ雨ちょっと止んでますからね、はいはい、これ行けんじゃないかなと思ったんですけど、うん、帰りに風とか雨が来たらやばいなと思って。あ、まあそうですよね、これ以上強くなるとね。そう、これ以上強くなるとやばいなと思って、念のために電車で来ました。なるほど、さすがの武田さんでもさすがに私も今日は電車で。皆さんも今日はですね、午後はなんか大変な感じになるみたいな、ね、そうですね、ちょっと接近しそうな感じですよ ね、はい、ちょっと、まあ、不要な外出は避けていただいてですね、はい、まあ、安全にお過ごしいただければと思います、はい、今日もですね、皆様の筋肉作りにお役立てていただける情報ですね、はい、私が昨年出版いたしました筋トレの効果を上げたい人が知っておきたい筋肥大のための筋トレと栄養の基本の中から一つお届けできればと思います。はい、今日もですね、最近、はい、栄養の話になってますけども、はいはい、今日も引き続き栄養、はい、プロテイン以外のサプリメントは取るべきかというお題です。取るべきだと思います。あ、そうですね、はい、いろんな栄養素のいや、はい、というかはい、この前ちょっと学習してまして、はいはい、プロテインをまたそれを高めるためには他の栄養素も必要だということですもんね。そうですね、よく覚えていらっしゃいます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、プロテインっていうのは、まあ、タンパク質を取るためのサプリメントですね、うんうん、で同じようにアミノ酸のサプリメントもあったりして、はい、まあ、よく、ね、皆さんこれどう違うんですかというような、ね、質問もいただくんですけど、まあ、この辺の解説からしていきたいと思います。はい、まずですね、タンパク質というのはアミノ酸からできてますね、うん、で、このアミノ酸が一つの場合、単体の場合はただアミノ酸なんですけども、はい、これがペプチド結合という結合でですね、はい、くっつくんですね、はい、これが2つつながるとジペプチド、はい、3個つながるとトリペプチド、はい、4個から9個つながるとオリゴペプチド、お10個以上つながるとポリペプチドっていう、まあ、呼び方でですね、まあ、アミノ酸単体がそんだけいっぱいつながっていくんですね、はい、結合して、はい、最後50個以上につながるとタンパク質、そうなんですか、という呼び方をされます。あ、そうなんですね。ですから食事でお肉やお魚を食べたり、はい、あとはプロテインサプリメントを飲んだりするとタンパク質を体に取り入れてるんですね、はいはいはい、でこれをですね、胃や小腸で、ペプチドに分解して、そこから単体のアミノ酸に分解されてから体に吸収されると、知らなかった。あ、そうなんですか。順番になるんですね、はい、ですからタンパク質のサプリメントは大量 の、 まあね、量を確保できる、アミノ酸がいっぱいくっついたタンパク質を取れるので、はい、大量に、タンパク質を取れるというメリットがある一方ですね、うん、そこからペプチドアミノ酸というのを分解しないと吸収されないので、うんうん、吸収に時間がかかるということもあります、はい、それに比べてですね、ペプチド状態になっているサプリメントアミノ酸の状態だと、まあ、すぐに体に吸収されるので、あ、まあ、筋トレのタイミングに合わせてですね、はい、さっと取れるというメリットがあります。あ、そういうことなんですか。そういうことなんですよね、なるほど、はい、はい、でそのアミノ酸にもですね、よく必須アミノ酸とか非必須アミノ酸って聞いたことありますよね。あ、あります、あります、まあ、必須アミノ酸っていうのは体の中で合成することができないので、うん、食物から取る必要があるもの、必須アミノ酸っていうんですけども、うん、まあ、これを英語の頭文字を取って EAA っていうんですね、うん、はい、でこの EAA のサプリメントというのがありまして、はい、まあ、アミノ酸の中でも必須アミノ酸だけを揃えた、サプリメントというのがあります、はい、でこの、EAA は筋タンパク質を合成するのに重要な役割を持っていますから、はい、まあ、筋トレのタイミングに合わせてこの EAA サプリメントを取るとですね、うん、まあ、これアミノ酸ですから吸収も早いし、筋肉に大事なものが集まっているので、うん、
非常にトレーニング効果的です。なるほど。それは EAA っていう名前で販売されてる。そう、だいたい EAA っていうな、あのあれで名前で販売されてる。あ、なるほど。はい。でこの EAA 必須アミノ酸の中でもですね、BCAA って呼ばれるものもあります。はい。なんかよく聞きますよね、これね。聞かないですか。ごめんなさい。筋肉業界の人だけでしたね。すいません。当たり前のように喋ってしまいました。いえいえ大丈夫で。ありがとうございます。BCAA というのはこの EAA の中にもですね、ロイシン、バリン、イソロイシンという、まあ、3種類のアミノ酸だけを取り出したものなんですけども、はい、これが特にですね、BCAA が骨格筋で代謝利用されるので、うんうん、まあ、筋肉にとって非常に重要なアミノ酸なんですね。ですから EAA ではなくて、またさらにその中の BCAA、はい、ロイシン、バリン、イソロイシンだけを取り出したアミノ酸っていうのもあって、はい、まあ、これをまた筋トレのタイミングに合わせて取るというような活用をするとですね、うんうんうん、まあ、非常にタイミング的にはいいですよと。ですから基本的にはやっぱり食事でお肉やお魚、はい、あと豆類とかね、はいはいはい、いろんなタンパク質をしっかり確保すると、うん、で栄養バランスをしっかり取れた食事をしつつ、うん、この、まあ、アミノ酸のサプリメントなんか吸収の速さが売りですので、はい、トレーニングの、まあ、前に直前に飲んだり、トレーニングの最中に飲んだり、うん、あ、最中でもいいですね、はい、またはあの用途によってはトレーニング直後に飲んだりしてですね、トレーニング効果を高めていくようなあの活用方法ができますので、うん、まあ、そういった意味ではね、プロテイン以外、はい、同じタンパク質系のアミノ酸、あのサプリメントのアミノ酸とかね、はい、ペプチドのサプリメントというのも非常に有効に活用することができる。あ、なるほど。はい、ことになります。わかりました。じゃあそれをこうバランスよくまたこの取り入れる方法、そうですね、あの私なんかもわかるようにぜひまた説明してください。お願いします。はい、で今日は実はですね、いつもこの使ってる私の筋肥大のための筋トレと栄養の基本、はい、ちょうどですね昨年2月に出版して1年半経ったタイミングで、はい、あのまたさあの重版がかかりましてですね、あ、素晴らしい、おめでとうございます。ロングスレアとして皆さんに読んでいただいて非常にありがたいです、はい、一家に一冊ですね、一家に一冊、はい、ぜひまたあの筋肉のお勉強に使っていただければと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。武田大輔さんでした。ありがとうございました。クリエイターズハートバトンリレー、このコーナーはクリエイターさん、作家さんへのバトン、創作活動のご紹介、作品のお披露目をしていただきます。前回の手芸版トキワ荘、堀井明子さんからのご紹介で、今回は鉄麦糸で編み物をしましょう、糸紡ぎ編み物教室スピナーズラボ立脇貴子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、すいません、よろしくお願いします。まずあの自己紹介からお願いいたします。はい、世田谷の駒沢で鉄麦糸で編み物しましょうコンセプトにあの教室をやっております立脇貴子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。鉄麦糸っていうのが言葉が、はいあはい、どこにつながっているのかがわからないんですけど、ああ、あの市販の糸ではなくて、はい、はい、糸紡ぎですね。あ、はい、あの羊の毛を毛刈りして洗って染めて紡いで、うん、そこから編み物しましょうっていうすごくスパンの長い話なんですけど、すごいですよ、はい、いつかやりたいやつですよ。ぜひ、もうね、もう編み物好きな人 の, あのやりたいことだよね。はい、そうです ね, ね、はい、前回もお話ししたんですけどね、はい、あの 前のワンコ飼ってた時にお散歩してたら、こうやってあの何ブラシしてる人が袋にいっぱいその毛を取って集めてるから、え、何をしてるんですかって言ったら、これ紡いでセーターにするんですって言われた時からずっとやってみたいなと思って、うん、ぜひぜひぜひそういうのもできるんですか。できるんです。そうなんですね、はい、あ、ワンちゃんは結構あのそういう本も出てるぐらいで、毛足の長いサモエドとかはあの旦那さんとワンちゃんのお揃いセーター作られてる方とかいらっしゃるんです。そうなん、私一応あの、はい、トイプードルを飼ってるんですけど、トイプードルをセーター作るまでにいっぱい時間がかかりそうですよね。そうですよ、トイプードルって毛抜けないんじゃないですか、ね、はい、あのカットで、シャンプーの後カットするんですけど、それをトリマーさんにいただいて、それを結構、そういう手もあるね。そうなんです、それを結構な量集めてるんです私。
実ははいマニアックなんですけど、洗った後だから余計いいですね。そうです、ふわふわの状態で。なるほど、はい、それでもいいのね。 それがいいですね。うちの子もね毛抜けないのでもうできないわと思ってたの。あ、いいですね。でそれでもこう紡いでいくことができて、でそれだけだとちょっと、うん、あの紡ぎにくい時があるので、うん、そういう時はちょっとウールを混ぜてあげるとあのつなぎになって、あ、なるほどね、あのつながりよくなるのでもうできます。あ、ぜひやりたい。そうか、そういうこともできるんだ。あ、そうなんです。はい、ウールはノリって言われてるぐらい、こういろんな繊維をこうつなげる役割もしますので、はい、ちょっと実際の紡ぐ感じっていうのをこういう見えますかね、こういう感じでちょっとやっていただくことかな、はい、はい、これはあのスピンドルっていう道具なんですけれども、糸を紡ぐ一番こう簡単なで古墳とかからも出てくるあの道具なんですね。でこれをあの回して、ああで指をかけて、でこうやって糸にしていくっていう。へ、でこれをここに巻き取っていくっていう形なんですけど、最初はここに引っ掛けてこうやってよりをかけながら糸をこう引っ張っていくと、そうか、そういうことか、はい、さっきちょっと渡されて、はい、うんとうんとって言っててダメだわ、できないわでも難しい。実は私、うん、手で寄りました。すごくかわいい。で毛糸玉をこれ見て作りました。本当に可愛いの。ちょっとね、あのそっち側からじゃなくてね、こっち側から見るとバラみたい。あ、そうですね、バラの花のような感じで、うん、もうでもね、あのやっぱり慣れてらっしゃるっていうか、すごくなんかね、うん、あのちょっとお話ししたんですけど、どうしてだかわからないんだけど、あのティッシュとかあの近くにあるとピーッと切って寄りたいの。で酔ったやつがいつもここにビーッと並んでる。なぜかわかんない。でだから何って感じなんだけどなんか見ると、はい、夜あ、じゃあそれでこう癖がこうついて、なんか好きなの。どうしてだかたどり着いてないけど、もうそれは紡ぎをするべき指を持っている紡ぎ家として。でも初めからこの、はい、手で紡いでっていうところからじゃなくスタートしてます、はい、そしてたどり着いたのがこの手で紡いでってところ。最初から、糸は紡ぎたいと思っていて、で糸を紡いだ糸をじゃあどうするっていう話で、織りをするのか編み物するのかって考えた時に、あ、編み物の方が向いてるかなって思って編み物始めたっていう感じですね。ってことは、あの紡ぐのが好きってところはもうそれのスタートのある意味きっかけとしてはいいんだ、はい、うん、そうです、そうです、もう紡ぐのが、はい、そうです、ネジするのが好きなんで、うん、もう本当にその指を持っている感じですよね。編まなくても摘むだけの仕事というかその役割もあるか、はい、最近多いんです。あのもうそれがすごくこうあの心の平安になるって いるんじゃない。結構糸も好きじゃなかった。やっぱり好きっていう方とってもいらっしゃいます、うん、そうですね、穏やかにねこうなりそうですよね。そうなのよ、たったこれを作るだけでも、うん、ピューっとしてくるくるってやってるだけでなんか、うんうん、幸せなのね、うん、これ触ってるだけでふわふわな感じとかね、本当にこの肌触りがふわふわで、そうなんです、ふわふわなものから糸に、そしてこういう作品が、はい、まで編んで、はい、ね、それが今編み棒出ます。あ、置いてきちゃった。あら、あら、なんかね、あのよくみんなが知ってるかぎ針ってあるでしょ、あれじゃなくて、そうなんです、本当に大昔なんでしょうね、骨とか木とかで、はい、そう骨とか木を削ってこうフック状のものを作って、でそれでこう編んでたっていうのの歴史があって、あれはあのフラットフックっていうんですけど、羊飼いの編み針とも言われていて、で羊飼いの編み針、そうなんです。だからさっきラフほどみたいにこう手でひょいひょいひょいって寄ったやつをあれで歩きながら、放牧してるのを歩きながらこう編んでっていう風にされてたみたいなんですね。なのであのすごく向いてる、うん、本当にあのなんていうんですか、ペンギンみたいな形のフックなんですけど、で手でやるのはこういうのだし、はい、あのこのなんか六角みたいな、はい、あのなんていうんだろうね、あの
酔ったやつをくる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 ってしていくよ。足でペコンペコン、はい、ミシンみたいにして、はい、紡ぎ車とか防毛器とか言われるんですけど、 あれもいっぱい種類があって、そうなんですか。そうなんです。でそれもその細いの紡ぎやすい道具だったりとか、もうバリエーションもあったりとかして、でも本当にあのコンパクトなやつから、うん、家具のように置いておきたい素敵なアンティークみたいなものとかもあって、ちょっと憧れてるんですよ、ね、憧れますよね。たまたまうちの住んでいる近くの商店街にそれの専門店を見つけちゃったんですよ、でちょっと分かりづらく存在してて、嘘でしょ何これと思ったら毛糸がいっぱい並んでて、その紬の機械があって、はい、なんか入って大丈夫かなと思って入ってたら、どうぞどうぞって言って、これいろいろ説明してくれてね、これが羊の一頭分の毛ですっていうのがそのままあるの。それでこれをどうするんですかって言ったら、前の毛が、そう、あで、はい、これをこう洗ったりとかいろいろして、はい、あの紡いで編んでこういうバッグにしたりとかできる教室をやってるんですよって、なんですとみたいな感じでかなり気になります。そうなので、その話をさっきお話ししたら、はい、もうお店の名前も知っていて、なんとかさんですよねって名前覚えてない。ああそうなんです、有名な多分場所的にそれみたいな。そうなんです。もうあの羊一頭を丸々買って広げて、でこっちは頭でこっちはお尻よねみたいにやっぱりちょっと分けて、お尻の方はやっぱちょっと汚れてたりするんですよね。でそれで洗ってっていうところから、そうそう、洗う作業とかなんかあるっていうから、はい、これはちょっと本格的だなって、すごいあの時間たっぷり使ってですよね、はい、一頭買ったら2年ぐらいは遊べるっていう感じぐらいですね。そんな量なんですね、はい、もうだいたいあの小さいので、まあ、1キロちょっとぐらいから、うん、大きいのはもう3キロ4キロとかあるので、うんうんうん、もう1キロちょっとでも洗って紡いで、あ染めて紡いで、そうそう、編んで、染めもあるんですよね。そうですそうです。だからもうそんなことやってると1年はあっという間です。なんて素敵な、素敵ですね、作業、素敵な時間の流れというか、はあ、今ないですもんね、そういう時間を一つにかけるっていう。夏に洗った方が乾きも早いので、うん、5月ぐらいから、毛刈りが4月5月ぐらいで、はいはい、そこから洗って染めてだ、うん、なのでこの夏の暑い時にみんな染めたりとか、ダクダクで、はい、で紡ぎ始めて、もう夏でも関係なくずっとうるっていう感じですね。じゃあもう1年を通してずっと糸に関わってるというか、はい、作業をされるっていう感じなんですね、はい、ずっと、もう季節労働者だと思ってたら1年中でした。そうですよね、もう編むところからのイメージがやっぱりありましたので、はい、糸に恋しちゃいましたね。そうです ね、はい、きっとあの夜もそうだし、つなぐもそうだし、ね、つむもそうだしね、はい、なんかいい手作業ですよね。そうです ね、あの年取ってもできるなって思う感じです、ね、はい、場所も問わないですしね、そうそうそう、座ってできるので、はいはい、誰でもできますよね、誰でも で、はい、あのできるとこだけやればいいんであれば、はい、今できることだけやればいいもんね。そうなんです、ね、でやっぱり小さい時からこう素材に触っているっていうことがすごい大事だと思うんですよね、うんうんうん、もう出来上がりのものしか見てないと、うんうん、糸がどういうふうに出来上がってるのかとか、うんうんうん、あと動物の毛なんだとかっていうことを感じることが、うんうん、それの元はどうなってるんだとかっていうこともね、考えられるようになると思うので、うんうん、はい、そうですね、はい、教育にいいですね。そうなんです、うん、でそれをやってると、あ、うちの猫ちゃんの毛もとか、ワンちゃんの毛もとかなったら、こうね、すごい楽しいじゃないですか。楽しい、やってみたいです、はい、うちの、はい、そういう紡ぐ、混ぜればいいんだね。そうですよね、ウールを混ぜるっていう、はい、混ぜて、確かにね、はい、そのウールを混ぜる、ウールはどういった感じ、はい、ウールは、はい、まあ、そのね、羊毛屋さんとか毛毛屋さんとかが、あの、たくさんはないんですけれども、うんうん、あってネットでも買えるんですが、うんうん、最近は、うん、あの日本の牧場、羊を飼ってる牧場の方々がすごく頑張ってくださって、うんうん、きれいに飼ってくださるようになったので、うんうん、その牧場から毛を買うことができるようになったりとか、牧場の毛を皆さんにっていう風な活動されてることがあって、国産羊毛がすごく見直されてるんですね、
なので牧場行ってらっしゃいよ。あ、そうですね。ちょっといいですかって毛ありますか。でも本当に今までずっと捨てられてしまったり燃やされてしまった羊毛がこう生きてくるっていう形になって、あの産業もね最近はこうジャパンウールとかってなってきてるので、本当にあの見直されていいと思います。はい、まさに SDGs ね今言われてますから時代に合ってますよね。さあそれでもあっという間でもっといっぱい聞きたいし、なんかいつか本当にスタートさせたいことをね今日ご紹介くださってありがとうございます。それではね次回のね、次回のあの紹介していただけるゲスト様のご紹介をお願いいたします。はい、次回は加賀の指抜きの、講師の方なんですけども、プロデューサーでもある石井さんという方にバトンをつなぎたいと思います。もうとっても話が面白いのでぜひいろいろ伺ってください。はい、楽しみです、はい、です今日はありがとうございました。ありがとうございました。鉄麦すいませんスピナーズラボ立脇貴子さんにお越しいただきました。はいはい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。伝言版いろはレインボーローカル線、それぞれの小さな駅にある伝言版に書かれた一行メッセージ、誰かに言えなかった言葉たち、自分へのエール、小さく書かれた夢や希望、一行に込められた情熱のかけら、今日はどこの駅かしら。ウェルカムウェルカムクリスタルステーション、期限限定12月までの駅です。来年には15年目スタートのクリスタル、その前に懐かしい卒業メンバーさんたちにラブレター、誰が来てくれるのか楽しみです。さあクリスタルステーションでございます。どうしてこんななんかいかつい2人が揃ってんだいって話でね。モリリンとウッチーでございます。こんにちは。お久しぶりでございます。すっごく懐かしい2人だと思ったら、なんか初めましてって言ってて、どういうことどういうことって言ったら、かぶってないのね。そう、ちょうど僕がコロナの入りかけの時に、うん、ちょっと一回あの卒業させていただいて、うん、その後なんですね、内田さん。そうか、ちょうどコロナど真ん中で思いっきり一緒にやってる。だから確かにこの2人がいいなって言って。まあまあそこはキリンさんのインスピレーションがあるね。じゃあちょっとあの本日初めての方のためにね、あのクリスタルメンバーはみんな知ってますけど、はい、お名前と何してる人っていうのをね、はい、はい、じゃあ、はい、先輩よねだと思います、ね、はい、はい、モリリンです。はい、ジュニアスポーツ応援隊、NPO 法人ゼロスポーツコミュニケーションの森谷智之です。よろしくお願いします。クリスタルではモリリンです。はいはい、ちゃんとしてるな。いやいやいや、そんなね、久しぶりだ。同窓会だっつってんのに。あ、なるほど。やだ。はい、うっち、はい、おはようございます。神奈川衛生学院専門学校東洋医療総合学科教員しています内田です。で、まあ、同時に身体技術というところですね、ちょっといろんなところでワークショップさせていただいてます。塾長をやらせてもらいます内田です。よろしくお願いします。なんかちゃんとしてんなみんな、はい、ちゃんとしてんだよね、はい、私のイメージではみんなにうっちを紹介するときはハイヒール履いてる筋肉マンだよって、はいはいはい、そうでした。それしか伝えてないの、はい、私、うん、はい、うん、そんなことしてたよね、はい、やってます。あ、まあ、今もでもちょっと今ちょっと流れ的にいろいろやってはいますけどね、昔ほどじゃないです、うん、ちょっと今メインがちょっとずれてきてるんで、あ、ね、はい、肩書きがちょっとずつね、みんな、うん、まあ変わりますよね、はい、変わるよね。ごめんね、変わんなくて。いやいやいや、キリンさん変わっちゃダメです。変わっちゃうね、はい、ずっとここに、はい、ね。いや、前回だからお二人ね、はい、ちょっとここの駅は
期限限定なんですよ。来年15周年ですよ。すごいですね。ねえ、パーティーやるからね、来てね、はい、またその時ハイヒール履いてきてね、はい、絶対よ、はい、言ったよね、承知しました、言ったよね、じゃあ一緒にお揃いでどうぞいや、じゃあのさっき出られた武田さんも巻き込まれたんですね。3人でいいね、いいね本当にステージ用意するよどうぞって言って、違うグループになっちゃうそう、はい、そういいじゃんいいじゃんねそれぞれちょっとほらスポーツであったり体ね動かす、はい、まあ武田君もそうだけどね、あの変わってきました、コロナ後とか。やっぱりそうですね、僕の方は、うん、ようやくコロナ前に戻ってきた感はありますよ ね、 ラジオ局だってさ、マスクつけながら喋って、ね、はい、マスクだけならまだ分かるんだけど、ドア開けてほら換気が必要だから、か、ね、放送的にはありえないよ ね、 うね、乗り越えてきたのよ、うん、ですね、すごいです、なんかでどう変わったのよ、はい、あ、どう変わったの、まあ、やってることは基本的にあの呼吸としてっていうところで、まあ、ちょっと感染告知ですが、うん、実はあのもう多分ねこれ風船エクササイズっていう、実は、うんうんうん、おかげさまでこれ販売する前はアマゾンさんの方でずっとベストセラーで出ておりましてですね、まあちょっとまあ、今風船エクササイズというかトレーニング流行りでやってますけど、うん、ちょっと僕の時はこれ自律神経の調整用で風船っていう、ちょっとそんな形をやらせてもらってて、実はだから落ち着きがないことか、あの休みもあったコロナもあったんですよ、うんうん、いわゆるあれのいわゆる何でしょうかね、その後治ったけど調子が悪いとか、うん、メンタル的に問題があるとか、実は選手なんかでもそういう子が多くてですね、ちょっとたまたまちょっと勉強してる中で、実はこの難しい話になっちゃうんですけど、実はこのイントラキンって口の中の筋肉をこう鍛えるっていう意味でのいうやつをちょっと出させてもらって、で同じ流れでちょっとこちらはあのアマゾンだけでもありますが、この負けないメンタルとフィジカルの作り方、まあもともと僕があの本番に弱いとか人見知りだったりとかこう見えてね、はい、すごいビビリなので、上がるのよ、超上がり症です。どうしてそんな体して上がるのよってよく言ってたね、はい、ぬいぐるみですからこれっていうのね、でも筋肉出てくるんだよ出てきますよ、玉ねぎじゃないですなんていうのもあってちょっと本書かせていただいて、でもさ、はい、自分が弱いことを知ってる人っていい先生になるよね。だってよくその気持ちが分かるしさ、自分もそうだったんだよって言うと、はい、ね、そうですね、今実際それに悩んでる人分かりやすいよね。だから学生さん見てても、うん、ね、やっぱり試験に本番弱いとか、選手でも練習チャンピオンで試合に負ける子たちいっぱいいるじゃないですか。そういうのをすごい間近に見てたん で、それなんとかしたいなっていうんで、まあ、ちょっといろいろとやってる中で、うん、まあ、もちろんハイヒールはやるはやってますよ。どちらかというと今ずっとそれをやってもう私の中で もうそれが肩書きとしてあるからさでも桐生さんさっき言われて、もう一番覚えてるのが、うん、あの、あなたが照れたら聞いてる方が照れるからね、あの一言で僕実は2回目ぐらいかな、 あなた照れたらダメよ、うん、だってこっちが恥ずかしくなるよそうそうそう、あそこからなんかこうパツンってのもありました。役に立ってんじゃん、すごくだから本当に師匠でございますから、ね、なんだかな子供たちもさ、はい、やっぱりメンタルどう、あの、ま、昔の子供に比べたら今の子って強い弱い、そうですね、変わりはそんなにないかもしれないです、うん、ただそこで、子供が乗り切るのか、誰かがそこで手を貸してしまうのかっていうところは昔と違う、ずっと言ってたよね、ずっと言ってました、ね、今も言ってます変わんないんだ、ね、変わんないです、さらに激しくなってるかもしれないです、はい、どうして黙ってらんないんだろうね、うん、自分のやっぱり鏡にしちゃうんでしょうね、うん、うん、まあ、いわゆる過干渉のところですよね、まあ、数が減ってるからもあるね、うん、それもあると思います。10人いたら構ってらんないだろうと思うけど、1人とか2人だからね、そうで、まあ、で特にその今兄弟でもその年子とかってあんまりいないイメージがあって、うん、あ、うちもそう、10個ぐらい離れますよね、うん、離れるからどうしても上の子終わって今度下の子になった時にもう出来合い加減がすごく感じますね、うん、うちないなうち私も一人っ子なんだけど、10個離れてるから一人っ子3人みたいな感じなの、うんうん、それぞれ、あと
性別が違うから分かんないのよ男の子って基本ね、うん、だから何変なのって言いながら私はお姫様みたいな感じで、はいはい君はずっとそれで言ってくださいって言われるから、うん、はいって言ってるけどね我でもさ、はい、一番最初ほらサッカーのコーチやってんだってところから、はい、なんかいろいろなんか試験受けたりさ付け足しましたねっていうかでもサッカーのコーチやったことによって増えてってるっていうところですよね。ちょっとねあんでしょいろいろ一覧を出してみたらですね何それそんなに読んじゃダメ今ね32資格あるっぽいです何それ資格マニアマニアではないんですけどだいぶマニアだよここまでいくとすごいね全部ねサッカーに紐づいてる部分ここはちょっと資格じゃないんですけどサッカーこれ全部サッカーなんですよへーそんなにいろいろあるんだ、であとサッカーに関わるところで例えばキッズコーチングとか、うん、あの救命士救命とか上級救命とかやっぱり必要かな、その私サッカー見るの大好きにルールわかんないけど見るの大好きなのよ、あそこ出てきてよなんかピッとかあ、このビッて知ってるっていうかレフェリーはね、うん、難しいですよねレフェリーはもうこれからいやレフェリーは持ってますよあ持ってるの持ってます持ってますでももう中学じゃなくて高校の時に3級審判とってずっと3級審判なので上は目指さなかったのでそうなんだ、まだまだちょっといきそうだね次のページはとかって、うん、あのさっきちょっとお名刺を打ち出させていただいたときに、はいはい、もうね裏がね老眼では見えない、見えないですちっちゃすぎてそう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 裏が一瞬罰ゲームかなそうあの目鍛えましょうあ本当にもう近くの音楽見てどんどん見えないそうそうそうなるほどねすごいなみんないろんな活動をどん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 増やしてね素晴らしいでございますさあそして今日はですねクリスタルステーションの伝言版に、はいそれぞれの一行メッセージを、はいはい、ご持参いただきましてじゃあうちからえ僕からですか、はいまあ、メッセージというか実はなんか格言がいろいろあったんですけど、うん、何でもいいよ今これなんですよおどうぞ発表してください来るもの子は去るものはす、うん、すごくこれ意味が深くて、うん、言ってごらんでも、まあ、僕はもう単純に、うんまあ、本当にもうこのまんまです、うん読んで字のごとく実はコーチングもねもう萌さんの専門だからでしょうけどそもそも考えてない子に何を教えても何も響かないんですよ、うん、だから来る人には僕バンバン教えます、うん、でも何も反応ない子も今の子たちって結構多いじゃないですか多いですねこれ言っちゃうともう老害の説教になっちゃうんですけど、うん、で逆にあとこう去るものを追わずこれもなんだろうな自分から離れていく人って当然縁がないから離れていくんですけどなんかたまたまこっちが片思いしてると追いかけたくなるじゃないですかでもそれが一番なんか人生においてこれはストレス溜まるなというか病むなということを、まあ、今年も50年後になるんですけどようやくその辺になって気づいてきたかなまあなかなかできないですけどねっていうのをまあ一応これを自分の中ではうん一応なんか柱にしてやっていこうかなと思っています、ね、はい以上ですでもなんかでも とりあえずさ関わったら、はい、なんかきっとちっちゃい種とかさちっちゃいエキスはきっといってるんだよ ね、 そ、 でね、うん、でそれが今一緒にいる時じゃないかもしれないけどどっかでね、はい、なんかポッて火種になってくれたりきっかけになってくれたらいいなっていうのは思う、ね、だから教えてる学生も10年20年後にあの時の自由に先生の言った言葉があってもう当然こっちは忘れてるんですけどああそこでちゃんと覚えてくるっていうとそういう関係いいよねあ、まあ、余計なこと言えないなってさらにちゃんとしない怖いからさ、ね、ちゃんとしなきゃちゃんと していくかずっとこんな感じであんなんでも頑張ってんだなっていうねみんなの勇気になるかもしれないどっちに振るかですねそうだね、はい、私は後半の方だな金ちゃん頑張ってなっていうね、うんうん、無理にはどうですか、はい私はですね、うん感謝とありがとうは必修です ね、 ね、はい、大事よね、はい、これで始まりこれでねそうなんです、うん、ちょっとうるさい話するとありがとうの反対語って当たり前なんですよね、うん、で今の子ってやっぱりこういうことを言い続けないとその親が何かやってくれるのは当たり前、うん、誰かが何かやってくれるのは当たり前っていうところで結局自分から自発的に何かするっていうことが起きないので、うん、とにかくもうやれること何かできることにまず感謝して、うん、でちゃんと自分で考えてやろうよっていうところですよね、うんうんうん、そうだね、はい
これも少子化も一つ原因してるよね、うん、さっきの時代ね。そうですね、まあ、あとはこれ子どもだけに言いましたけど、これ保護者にも通じるし、僕ら指導者にもやっぱりこの気持ちは忘れちゃいけないっていうのがあるので、絶対一人で何かになってるわけないもんね。はい、そうね。クリスタルでさ、合言葉でさ、お互い様にありがとうって言うじゃない、はい、本当はもともとおかげさまでありがとうって言葉がね、あって、なんか最初はそうやって言ってたんだけど、なんか違うなって。そうするとやってあげる人とやってもらってる人に分かれるなと思ってそれじゃちょっとバランス悪いなと思って、なんかクリスタルでは合言葉としてお互い様にありがとうにしようと思ってね、ずっと言い続けてるんだけど、なんか人との関わりってそうだよ ね、 そうですね、やっぱり両方が ね、 そうですね、なんか関わろうと思ったりありがとうって思ったりしないとずっとつながってはいかないよね。まさにこれです ね、 ね、来るものが去るものが本当ですよね。15年もこういう場所でやってるとやっぱりほらいろんな人がね、はい、関わっていくから、それでも卒業してもつながっていく人もいるし、新たに本当にここが自分の場所だってスタートする人もいるし、なんかそういうのすごく感じますよね。今日も2人揃っちゃったから見てごらん、降ってきちゃったじゃない。ヘルメット、土砂降りじゃん。ヘルメットというのはヘルメット防災ヘルメットね、カッパ着てヘルメットね、本当ですよね。いや、これからもね、本当に関わる方々のためにいろいろ頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今これを2つね、はい、クリスタルステーションの伝言板にドドンとね、ニョキっていう写真とともにね。僕そんな太くないんで。そうちょっとね、2人3人揃ったらね、普通だった。普通ですよ ね、 ね。そうこのウッチーがね、すごいよね。すごいです。ぼちぼちです。ぼちぼちです。いや、今日は本当にありがとうございました。帰り気をつけてくださいね、はい、飛ばされないか、はいね、はい、また遊びに来てください、はい、そして来年15周年なので、はい、ハイヒール着て参加してください。はい、ありがとうございました。ウッチーでした。ありがとうございます。大変です、大変です。大変ですね。雨も風もすごいことになってきました。本当に台風になりました。台風本当だった。すごい、もうね、先が見えませんね。ねえ、まあ、大変な方もたくさん今いらっしゃると思うんで、あんまりはしゃげないけどちょっと嬉しいなんで嬉しい。楽しい。どうして、この中にいればなんか、うん、面白いというか。だけど気をつけて、本当にね、本当ですね、何が飛んでくるかわからないぐらいのね、今ね、外にいる方本当に気をつけてほしいですね。あー、みんな走ってる。どこ、傘もひっくり返るし、傘おちょこになっちゃうよね。なりますね。いやさっきまで3時ぐらいからって言っちゃったじゃん ね。早まりましたね。でもね、空がね、降ってやるぞっていうような空だった。色してましたよね。してました。いやこれは急いで帰らないと ね。でこれもしかしたらまだまだこれから来るんじゃないんですか。だって相当強いって言ってたみたいですよ。だってさ、もう早々と電車止めるって決めちゃったりさ。そうそれはね、ちょっと今回みんな本気だなっていうね。感じはしたよね。こういうのこの2人で言っていい。ダメだったかも。いやでもそういう人だっているじゃない。ねえ、だって大体いつもそれちゃったりさ、うん、そうなんですよ。ねそう、構えちゃうんですよね。だってさとか言うんだけどね。マジだったね。あ、朝がないだけ良かったよね。そうですね、ここ来るまでにね。そこだけ、ほらワンコを預けに行かなくちゃいけないから、うんうん、全然大丈夫だったね。まあ、通勤電車もすごく空いてたんで、多分皆さんこうそうなの、ね、ちょっと控えて、車もうガラガラ、うんうんうん、ね、そうだったから、あれ大丈夫かな、私の車ちっちゃいから浮いちゃうんじゃないかなと思って押されて意外と早かったりして、あ、なんかついちゃったって。そうなわけでも光る、うん、ひっくり返ることだってあるでしょ、強風で。ありますよね。でも背が低い車はそんなにならないかな、ね、逆にワンボックスだったり背の高い方が怖いんですよ。なるほど。そう、私も高いやつ前乗ってたんで、うん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 、もうヨロとか行くんでね。あれかな、ゆっくり走っていけば大丈夫かな。うん、そうですよ。こういう時は本当に気をつけてゆっくり周り見ながら。でもさ、終わった後急いで帰った方がいいとは思うけど、お腹空いちゃうからご飯は食べてから急いで帰ろうかな。
ダメ。まあ、もちろんでも様子見るのもありですよね。これで雨宿りしてなんかっていう感じじゃないよ。そうですかね。もう空は降ってやるって言ってる感じよ。すごい ね、 そうですね。ここ豊洲来てこんなん初めてかも、ね、こんなにすごい ね本物の台風ですかね。 7号だっけ。7号です。7号ってどっから。今年で7個目ってこと。そうそう。あ、本当。アメリカみたいにさ、海外アメリカだけじゃ名前がさ、キャサリンとかさよかったらキリン使ってもいいんですか。キリン好きだし、キリン7号何喜んでるなんかいいじゃん、名前つけてもらったとか言って、ね、ごめんなさい、不適切なご意見、はい、ご意見じゃないか、不適切な発言がございまして、はい、まあ台風を喜んでもらう喜んでじゃない、台風を楽しんでしまいました。そう、ピンク台風なんだよ。もともと台風じゃないですか。そうなんですよ、ね、なんか仲間が来たみたいなダメダメダメだ、ニュースキャスターになれない誰も頼まないね。そうですね、コラコラということでね。いや気をつけよう、ね、本当ですよ。あのこの雨は本当に相当すごそうなので ね皆さん注意してほしいですね。もうきっと上がらないよね。だってあの水面すごいですよ。ここあの船着き場みたいなとこ見えるじゃないですか。 そこの水面がもうバシャバシャすごいです。いやか駅までにびしゃびしゃじゃない。私一応着替え式持ってんだ。えらい、そういうとこえらいですよね。ちゃんとしてんだ、ね、じゃ単に濡れたら冷たいじゃん、まあ、私だってタオルハンカチ2つ持ってますよ。ハンカチじゃダメだよ、靴下から何から持ってないと、ね、本当ですね。さあさあみんな、この後ねまだクリスタル1時間ありますからね、はい、途中の経過をお話ししていきましょう。後半にまた私たち登場しますから、はい、その時どうなってるかね、本当ですね。でも雷鳴らないんだね。風と雨だけなんだね。空気は乾燥してないから。そうなの。さあ適当なことを生放送で言うんじゃない大体なことを言うんじゃないでは後半にね、後半お楽しみくださいませ。